こんにちは。隠しコマンドといえば数々のゲームに設定されていて、操作キャラクターを無敵にできたり、隠しキャラが使えるようになるなど、通常では体験できない特別な恩恵を受けることができる隠し要素ですが、そんな隠しコマンドが実は我々が暮らす現実世界にも数多く隠されていることをご存知でしょうか。ということで今回は日常に潜む隠しコマンドの中から特に興味深いものを皆様にいくつかご紹介していきたいと思います。ということで、やっほー、みんな G してる？ビチャビチャビッチ、天地陰部です。最後、Google。まず一発目は、日常的にお世話になっている方も多いであろう Google の検索エンジンで使える隠しコマンドをご紹介していきます。じゃじゃ、パックマン。 Google の検索エンジンにパックマンと入力すると、名作レトロゲームのパックマンが楽しめます。これは2010年にパックマン登場30周年を記念として公開されたもので、 Google 限定の特別ステージになっています。またこの他にもティックタクトーと入力することで丸罰ゲームが楽しめたり、当たりブレイクアウトと入力するとブロック崩しが楽しめるなど、様々なゲームを遊ぶための隠しコマンドが存在しています。そして我々は人生という名のゲームをプレイしていますね。 Google スペース。 Google の検索エンジンに Google スペースと入力し、検索結果の一番上に表示されるサイトにアクセスすると、 Google のホーム画面がまるで宇宙空間を思わせるような無重力かのような特殊仕様に変わっている特別なサイトに飛ぶことができます。また Google のホーム画面を構成している各パーツは、マウス操作やタップで引っ張ったり投げ飛ばすことも可能で、すっきりと整ったホーム画面が自らの手でバラバラになる様には不思議な高揚感と興奮を覚えてしまい、ほとんどの人は行くと言われています。ちなみに僕もさっきちょっとやってみたんですけど、普通に一瞬めちゃめちゃ楽しくて興奮して今も行ってます。またこの他にも一回転と入力することで、検索結果ページがぐるっと花びら大回転したり、斜めと入力すると検索結果ページがわずかに傾くなど、面白い仕掛けがたくさん隠されています。また今回ご紹介したもの以外にも、電卓システムを利用したものや楽器の演奏が可能になるものなど、 Google にはたくさんのユニークな隠しコマンドが存在するので、気になった方はぜひ調べて楽しみにしてください。コナミコマンド。コナミコマンドといえば、有名ゲームメーカーコナミから発売された複数のゲームに搭載されている隠しコマンド、上上下下左右左右 BA のことを指します。これはゲーム業界ではかなり有名なコマンドなので、このコマンドを暗記している無敵ゲーマーも多いのではないでしょうか。また世界的にも隠しコマンドといえばコナミコマンドと認識している方が多く、2012年にはコナミコマンドが最もよく知られている隠しコマンドとしてギネスブックに登録されています。それだけにこの偉大なコマンドをリスペクトしている人物は世界中に多く存在し、多数のウェブサイトやアプリでこのコマンドを入力すると作動する仕掛けが隠されているので、いくつかご紹介していきます。あて、カナダ銀行。なんとカナダの中央銀行のカナダ銀行のウェブサイトでもこのコナミコマンドを使うことができます。該当ページはカナダ建国150周年を記念して発行された新10ドル紙幣を紹介するページで、そこにアクセスしてコナミコマンドをキーボードでパン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 、あーと入力すると、カナダ国歌オーカナダがファミコン風の8ビット音源で流れるとともに、新10ドル札がまるで紙吹雪のようにピラピラーピラピラーと降り注いでいきます。荘厳なメロディーに合わせておめでたい風景が広がるその様は、レトロゲームのエンディング画面を彷彿とさせ、ただコマンド入力をしただけなのに、どことなくゲームを全クリしたかのような達成感を覚えてしまいますね。Google Play ゲーム。Android ユーザーの方が日々お世話になっている Google Play ゲームでもコナミコマンドが使用可能です。アプリを開き、上上下下左右左右という順番にシュ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 とフリックし、入力が正しく認識されると画面上に A、B と書かれたボタンが出現します。そこで出現したボタンを B、A の順にツンツンとタップすると、 You are game of brilliant to us
お前のゲームは全て我々がいただいたという実績が解除されます。ですがこの文面は2001年から2002年にかけてインターネットで流行したワードをもじったもので、若干不穏な響きではあるものの特に深い意味はないそうです。はい、ということなんですけど、今回ご紹介した2つのサイト以外にも多くのサイトでコナミコマンドが作動するので気になった方です。カラオケ、次はみんな大好きカラオケで使える隠しコマンドをご紹介していきます。今回ご紹介するのは大手カラオケマシンのダムシリーズで使えるコマンドで、室内に置かれたマシンの親機にナンバーを入力することで発動します。じゃじゃ80002。このナンバーを入力すると接待モードが起動し、どんな曲をどう歌おうが採点時に必ず90点以上の点数が表示されるようになります。仕事への接待や元気がない友達を喜ばせたいとき、いいところを見せたいとき、手こきカラオケの時などにこっそり入力してみてください。ただし場面次第ではバレた場合に一気に嫌われる可能性もあるもろ刃の剣なので、上手に使いこなす必要がありそうです。2 80030。このナンバーを入力すると消費カロリーの履歴が見れるようになります。これは主にカラオケダイエットをする方や手こきカラオケダイエットをする方におすすめで、1曲ごとに表示される消費カロリーを覚えたりメモを取ったりする手間がなくなる便利な機能となっています。3 80099。このナンバーを入力すると採点結果の履歴が見れるようになります。これは友人との勝負や自分の上達ぶりを確かめたい時、手こきカラオケ履歴チェックの時に有効です。また前の人の履歴をこっそり盗み見て勝手に勝負を挑んだりもできるので、新しいカラオケの楽しみ方の一つとして試みてみるのはいいかもしれません。はい、ということでこれら以外にもいろいろな隠しコマンドが用意されていたりはしますが、中には起動させてしまった場合に店舗側に迷惑をかけてしまうものもあるので、気になった方は事前にしっかりと下調べをして適当なコマンドは入力しないよう注意しながらこきましょう。トラック。なんと車両にも隠しコマンドが実装されていたりもします。該当する車両はロシアの大手自動車メーカーガズが製造するトラックガゼルネクストで、この車にはかなり複雑な隠しコマンドが隠されています。なんでもこの車両でエンジンをかける、右ウインカーを3回点灯させる、ハイビームを2回点灯させる、クラッチを5回踏む、エンジンの回転数を3000回転まで上げ、計器板に搭載されたつまみを左に回すという工程を踏むことによって、トラックの計器板に搭載された小さな液晶画面にあの超有名ゲームテトリスが起動するそうです。ちなみにテトリスとは穴に突っ込んでいくゲームです。ありがとうございます。そしてもちろん実際にゲームをプレイすることも可能で、つまみを使うことで落ちてくるブロックを操作できるほか、次に落ちてくるブロックの表示やスコア設定もされていて、かなり本格的なテトリスを楽しむことができます。ちなみにこの隠しコマンドの存在意義としては、おそらく各パーツに動作不良がないかを確認するために搭載されたものだと言われていて、その際ロシア発祥のテトリスが隠し要素として選ばれたのではないかと考えられているそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てキリンが下ネタを吐くたびに空気中の酸素が消費されるのが許せません、酸素を返せと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、よければベルマークの通知登録もよろしくです。終わり。はい、ということで賢者タイムなんですけれども、今回というか今日はですね、ちょっと僕は役員になっていたというお話なんですけど、もう今日動画ちょっと休んじゃおうかなって思ってたけど、まあちょっと思い直して今ですね夜9時とかなんですけど、ちょっとバタバタ編集して、でこれから動画書き出してサムネ作って投稿してっていう感じなんで、まあおそらく10時ぐらいになるのかなっていう気がするんですが、でこれなんて僕が今やけになってこうやって極ボソポッキーをねやけ食いしても一袋がもう、このようにね、もう今一袋ちょうどなくなったんですけど、ね、もう2分ぐらいのものの2分ぐらいの話ですよ、ね、なぜこうやって極細ポッキーを やけ食いしてるのかというとですね、まあ昨日投稿した動画、まあなんか日本の闇を見たみたいな、なんか都庁ロボの都市伝説みたいな動画を投稿したんですけど、もしかしたらこれ今見てる方で昨日の動画投稿されてることに気づいてないっていう人もいるかもしれないです。でそれはなぜかというと、YouTube 開いて登録チャンネルの欄、のタブに、僕の動画が
表示されないっていうバグが昨日起きてて、まあ、人によっては見れる人もいるのかもしれない知れないんですけど、でただあの僕のチャンネルの動画一覧みたいなとこ、見ると、一応動画はあると。で、通知登録してる方には通知がいってると。ただ、多くの方が多分登録チャンネルの欄をから、自分が登録してる動画開いてっていう、感じになってると思うんで、それが、ない状態で再生数めちゃめちゃいつもの平均と比べると全然下がってると。でっていうことです。はい。で、ツイッターとか見ると、今日も同じようなバグが出てる、バグってるみたいなっていうツイートもあったりするんで、まあ今日動画出してもまた同じようになるんじゃないかなっていうのがあってですね、まあ結構その、なんていうんですかね、まあ頑張って動画作ってるんで、それが、チャンネル登録してくれてる皆さんに気づかれないって、めちゃめちゃ悔しいことなんですよね。だから、それだったら、ちょっともう休んで、まあ、3月は毎日投稿しようと思ってたけど、気づいてもらえないぐらいだったら休んで、まあ明日とか投稿した方がいいかなと思ったんですけど、まあでもまあ出すかっていうね、はい。っていうことでね、まあ昨日からもうなんかちょっとやけになっててね、もう極ボスポッキーをやけ食いしててですね、でまあ普段がっつり漫画読んだりっていうのないんですけどね、ちょっとワーストっていうヤンキー漫画、クローズの続きのワーストっていうヤンキー漫画をですね、まあ結構読み進んでですね、めちゃめちゃ面白かったんでしょうね。月島花とね、天地久志っていうライバル同士のね、結構争いが繰り広げられる漫画なんですけど、結構読み進めてですね、ちょっと、まあ、僕もですね、ちょっと遅ればせながら、まあ、突っ張って生きてみようかなって思った次第なんですけれども、はい。まあでもやっぱりちょっと考えを改めて、まあ、今日も動画投稿しようかなという感じでございます。まあ、この動画がねちゃんと登録のちょっとチャンネル登録欄に表示されていることを、願って、終わりたいと思います。さよなら。